はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回はですね、デュエリストカップで使う予定のラビュリンスのデッキ紹介動画のまとめとなっております。セカンドです。はい。はい、今回答えを見つけました。これです。僕はこれで走ろうと思います。はい。デュエリストカップで走るデッキをですね、何にしようかいろいろ迷ったんですけど、まあやっぱりラビュリンスしかないなと個人的には思ってたんです。ただ、しかしですね、家具の規制による非常に安定感のなさ、さらに言うと永続系のトラップもねだいぶね規制されてしまったので先行を取っても勝てない時が続くし誘発に弱いしということでやっぱラビュリンスは安定性がねすごく減った気がします。答えないなと思ってたんですけれども、一度初心に帰って、あ、俺そういえば私そういえば紙の方で OCG の方でラビュリンスを使っていた時永続なんて入れてなかったよなということを思い出しまして、一度ね僕の紙の方の構築を思い出したんですよ。なのでその構築にのっとって、まあもちろんね規制とかが違うし制限も紙の方とマスターデュエリストでは全然違うので厳密に言うならば同じ構築は作れないんですけれども、それと似た構築を作ってみて、それでね一旦走ってみたら非常に強かった。やっぱ結局これなんじゃねということで今回この構築で安定したので皆さんに紹介したいと思います。はい、もう早速なんですが、デッキのね、詳細から、皆さんね、紹介していきたいと思います。モンスターから、サイフレームドライバー1枚、クックロック1枚、増殖する G3 枚、サイフレームギアガンマが2枚、ストーピー2枚、ハルーララが3枚、シャンドラが2枚、アリアーヌ1枚、アリアンナが3枚、ケルドー1枚、ムドラ1枚、マグナムート1枚、ドルイドブルム1枚、白金の城のラビリンス1枚、レディオブザラビリンス1枚、原始生命体ニビル2枚、以上です。次に魔法カード、愚かなクソ1枚、攻撃で金満の壺1枚、金満で研究の壺1枚、ラビリンスラビリンス1枚、以上です。そしてトラップカード、無限抱擁3枚、ウェルカムラビリンス1枚、ダルマカルマ1枚、ビッグウェルカムラビリンス3枚、トランザクションロールバックが2枚、以上です。そしてエクストラデッキ、スターダストチャージオリアン1枚、コーラルドラゴンが1枚、サイフレームロードオメガが1枚、カオスアンヘル混沌の装飾が3枚、伝説魔獣バグースカ1枚、ベアトリーチェ1枚、アーゼウス1枚、闇列界ダルクが1枚、デスキャスター3枚、クルヌギアス、サロスエルススクルヌギアスが2枚、以上です。はい、何が変わったのか、マスターディールのね、今までとの構築なんですけれども、まず永続系を全部抜きました。スキドレ入れません。能力吸収石入れません。午前試合入れません。群雄割拠入れません。全部入れません。なので、いっそのこと全部抜きました。なんで抜いたのかって言うんですけれども、まあ正直めちゃめちゃ強いんですよ。永続系。でも、口を酸っぱくして言ってる通り、もう永続じゃないと止まんねえだろうと思ったんですよ。今通常トラップカードが弱すぎるので、効くカードがないんですよ。で、あったとしても、あらゆるデッキに対応するようなカードはないんです。ダルマカルマ強いですけれども、あのデッキには食らうよね、あのデッキには食らわないよね、というのが多すぎる。それは次元障壁も同じ。異次元グランドも同じです。なので、永続系に頼るしかなかったんですけれども、その永続系も、高校だと弱すぎる。結局使えない。で、さらに言うと、自利品になってしまう。永続系で自分縛りました。で、他引いていません。他の家具とか引いていません。で、永続張ったはいいんだけど、自分も動けなくなりましたっていう、すごいね、みっともない負け方が続いたんです。もうじゃあどうしようもないじゃんと思って思ったの。で、そこで、昔のね、自分の構築を見てて思ったのが、あ、じゃあ誘発で止めればいいんじゃね？永続トラップ、っていうか通常トラップで止められないなら、誘発で止めればいいんじゃね？そうすればね、別に永続トラ、通常トラップが弱いと言っても、相手ターン中でも打てるし、自分のターンでも打てるし、高校でも強いし、ということで、今回もう、この、天才やつをふんだんに入れて、もうとりあえず、先行後攻でも関係ないように動けるようにしようと。でも先行で、最低限の、例えばね、例えばアリアンナと、まあ、増殖するジウララで、何？家具持ってました。アリアンナ、家具効果でセットしたビッグエルカムで終わりました。でも手札に増殖するジとウララあったら、まあ止められたりするじゃないですか。そのターン知らないことが多いし。で、こっちのビッグウェルカムにウララ打ってくれると増殖する G 通るしという。なんか、一番原点のことを考えたら、これが一番安定するんじゃないかなと思ってやってみたんですよ。では、めっちゃ回ったんで、で、今この構築が強いなと思えるところは、やはりこの石図なんですね。この石図が、ティアラメンツが増えているという部分も含めて、やっぱこれがめっちゃ強い。
増税が通った後に殺しにかかってくる相手を止めるのにもすごく役に立ってくれる。核の効果で捨てて、でそのまますぐさま効果発動して相手のね墓地リソースを消すっていう、ね、思惑を外して、あ、ワンショットできないなってなってくるとパリンパリンしてくれること多かったりするんですよ、正直。でまあもちろんね、この、ビーステッドもティアラメンツが多いという部分を含めてこれを入れています。でこれもめっちゃ強いっす、はい、カオスアンヘルになれるという部分も含めて。でまあ雑に手札のねマグナムート効果から動いたりするんですよ、後攻から。すると相手が増殖打ってくるとサイフレームが通ったりするんで、それも含めて、ね、めちゃめちゃ強いかなと思ってるんですよ今この地区は。多分ねパッと見はね、いやいやこれで勝てるわけねえだろうと思うんですよ僕も多分、数日前の自分だったらこの構築見せられてもこんなんで勝てるわけねえだろバーカーと思ってたんですけど、これめっちゃ回るんですよ、本当に回るんです。いやマジで一回試してみてください、はい、長々と話しましたけどよろしかったらちょっと対戦動画、ああその前にちょっとエクストラの説明か、すいません、エクストラの説明なんですけど、まあ、ここはいいじゃないですか別にね。カオスアンヘル、まあ、アーゼウス、バグスカ、ダルク、デスキャスター、サロス。まあ、ここはいいとして、まあ、このあたり。このあたりはですね、サイフレームとの兼ね合いですね。サイフレーム出ました。で、こっちのね、初動にサイフレーム出ました。まあ、例えば、まあ、攻撃金マンの壺とか、金マンで金魚の壺を打ったとか、アロカのクソ打ったとか、そういう時に、相手が増字うらら打ってきたので、サイフレーム打ちましたと。でも別に、まあ、これ出してもいいんですよ。サイフレームロードオメガ。ただ、その際に、別にオメガ出したところでこの手は繋がらないなとか、で、ここ、アリアンナを引いている場合とかだと、もっと強い動きができて、サイフレームロード、ガンマとドライバーが並んで、で、まあ、アリアンナ召喚しますと。で、アリアンナ通った。で、敵からカグナリ、ビッグウェルカム、察しました。そしたら、レベル4とレベル2で、レベル6、コーラルドラゴンか、マスターダストチャージをやってワンドローと。で、この2体で、ベアトリーチェ出して、ベアトリーチェ効果で、まあ、先ほどね、家具の効果で、ビッグウェルカム捨てて、で、ベアトリーチェの効果で、トランザクションロールバックを送るみたいなことができるので、で、手札にトランザクションがある場合は、まあ、アリアーヌから捨てるみたいなこともできるので、で、その動きができると、相手ターン中でもね、非常に強い動きができたりするんですよ。まあ、例えば、この辺りを落とせる。ケルドー、ムドラタリを落とせる。で、まあ、もちろんトランザクションもう1枚落とせる、みたいなこともできる。まあまあまあ、これはかなりの上振れですけどね。別に単純にサイフレームロードオメガ出してもいいと思います。まあ、それぐらいかなって感じです。まあ、別にこれ決まること少ないんで、僕も決めたの1回ぐらいだったかなっていう感じで、しかもほぼ勝ち確の状況で決めたんで、あんまり重要視はしていません。できたらいいかなぐらいの形だと思います。ただまあ、やれたらめっちゃ強いです。はい、それじゃあね、対戦動画のまとめいきたいと思います。どうぞ。はい、それではですね、対戦動画のまとめです。お相手はどうやら、VS ですね、バンキッシュソウルズ。はい、後攻からなんですが、説明した通り、誘発で止めて、他で動くという流れをやっていきたいと思います。ね。VS でエンド。で、エンドフェーズに、クックロック、あ、違う、効果ですね。ストーピー効果。DD クロー打たれましたけども、ここで打ってくるんだったら、まあまあ、まだマシかなっていう感じですね。別にライフ半減にならないので、どこで打ってもきついものはきついからね。で、まずは強欲で金満夏壺発動。はい、で、ここでね、6パンチキッシャー打ってくれたので、サイフレームロード打ちます。ガンマね。で、ワンドロー、ツードロー。で、効果。で、アリアーヌの効果手札をね、ビッグエルカム切ってデッキから特殊召喚で、フィールド魔法をサーチして、そのまま発動。で、ビッグウェルカムラビースで、姫様と物召喚して、戻して破壊。で、効果。で、ストーピー効果。もうここはもう、ニビル割り切ってます。はい。ニビル撃たれたらしゃあないな、ぐらいの形ですね。まあ、なかったようですので。はい、今の動きなんですけれども、まあ、スターダストチャージウォリアーへと行くのもいいと思います。はい。まあ、ニビルを釣るならね、どうせニビルどっかで撃たれるものなので、はい。どうせそこまでやるんだったらね、ワンドローに変換してから動いても全然いいとは思いますけど、もう向こうは持ってなかったから、はい、今回勝てましたけど、今の動きだったら、まあ、スターダストチャージウォリアーなり、コーラルドラゴンなりから動けば、まあ、ニビリを撃たれたとしても、
ワンドローまでね、変換することができるんで。はい、お次もですね。はい、お次は、楽園かな。うん。まあ、楽園も、絶対いるとは思うんですけれども、気圧ぐらいではね。やはりまあ、少し減ってきてるイメージではあります。まあ、ただ、いなくなったわけではないので、まあ、対策するのは絶対必須ですね、これ。さあまあ、当たり前のように姫様引いてます。はい、今ね、メイン何もせずに、エンドって言って、まあ、拮抗勝負を装ってみたんですけれども、まあ、引っかかってくれなかったので。で、グランギニュアル。で、グランギニュアル効果。まあ、墓地になんもないので、落とすしかないじゃないですか、ラピンリュアルビオン。なので、石塚ここで刺さるわけですね。で、リソースを枯らしていきます。これね。で、2枚目の融合破片から。で、エンドまで行ったので、エンドフェイズ、ビッグウェルカム。で、増字打たれました。もうここまで来たら、姫様を出すまでは行きましょう。で、破壊。あ、いいの抜きましたね。で、楽園開幕引いたみたいなので、撃ってきました。あ、もう、ちょうどいいですね。無限保養。まあ、正直、動かなくても無限保養撃つ予定ではありました。姫様を蘇生するために。フィールド魔法の効果ね。で、特殊召喚。セットして、フィールド魔法の効果で姫様を特殊召喚します。で、まずはビッグエンさんから。で、アリアーヌ。アリアーヌがほんと強いんですよ、このデッキ。マジでアリアーヌを使うためにこのデッキをね、組んだまである。で、効果、回収、アリアーヌ効果でワンドロー。あー、これ、ドリードブルーム強かった。めっちゃ強かったっす。これは強い。で、アリアーヌ効果、セットしたビッ、トランザクションを持ち抜いて、アリアーヌの特殊召喚。で、グランギによる効果でデスピアンクエリティスをなさいました。でもしゃあないんでね、これ。メイン終了って言ったら使ってきたので、じゃあメインの続きで、ビッグウェルカムを除外して戻します。そうすると効果発動しないんでね。で、2体のモンスターでデスキャスターを特殊召喚で効果。まあ、手札のいらないカードを切って姫様を蘇生します。はい、で、効果。ストーピー効果でビッグウェルカム持ってきてバトルフェイズ。まあ相手もゼロなので、まあ、トランザクション捨てていますし、もうワンショットはここで勝ってますね。はい、対戦ありがとうございました。はい、お次はですね、先行での動きになっております。先行での動きは正直他の構築に比べると弱いです。はい、こんな感じで終わるのがタダです。ほとんどの場合なんですよ。で、まあ、トランザクションがある場合、ほぼ確実にビッグウェルカムは通るので、もう増殖する G をセットみたいなことをします。この増殖する G セットするのか、あるいはうららをセットするのか、これに関してはまあ、個人の好みとしか言いようがないな。個人的にはまあ、うららを持っときたいなって感じですね。はい、増進よりも。はい、姫様効果、もちろんね、シャントラ効果。まあ、とりあえず割っときましょう。効果使ってこなかったんでね。で、ドルイドブルーム。で、ドルイドブルーム効果発動。もうここまで来たら撃ちましょうか。まあ、最悪、サイフレームとか言われても、うらら撃てるんで。で、ワンドロー。まあ、天帝はさすがに撃つ。はい。天帝はさすがに撃つ。もう増字通ってますから、この後も何されたって死ななきゃいいっていう感じだし、ここで天帝やってくるんだったら相手も殺す気はないだろうって思います。はい、どうやら増字ケアの方向で動いたみたいですね。増字ケアの方向で動くんだったらもうトランザクションから動きましょう。で、効果。で、姫様、鎧姫の効果ですね。鎧姫の効果で特殊召喚しできるからね。ウェルカムラミニスをセット。相変わらず本当に弱いよな。姫様引いたりドライバー引いたり、これが私なんですけどね。はい、で、無限包囲を打たれたんで、トランス、ビッグウェルカムでかわしましょう。もうどうせビッグウェルカムはデッキからセットするのは確定しますから、シャンドラの効果で。
ここで贅沢に使ってしまって構いません。で、デッキからトランザクション引っ張ってきてアリアーヌ。先ほども言ったように、アリアーヌを使いたいがために僕はこのデッキを使っています。なので、全力で使い倒します。で、姫様効果ですね。シャンドラ効果。で、トランザクション効果。ビッグエーカンコピーして、鎧姫を特殊召喚で戻します。そして、アリアーヌの効果。で、鎧姫を特殊召喚。で、姫様の効果。セット。で、通常召喚。これで8000超えますね。先ほども言った通り、ニビルは買わせません。絶対買わせません。バロネスも出せないし。そこには注意ね。はい。はい、じゃあラストになります。お相手は、スネークアイですね。スネークアイもどうするのか、もうタラレバにしかなりません。もう完全に抑え込めることは無理でしょう。なので誘発が通れば同じぐらいの軽い気持ちでいった方がいいと思います。はい。正直無理です。全部をケアするのは無理。相手が強ければそれで終わりだし。ハンドがね。もうそうなった時もアハハと笑うしかないでしょうね。はい、ここ、増人来てますけど、どうしようかなっていう感はあったんです。多分、裏田をね、確認したかったんだと思うんですよ。ここで増人打った時に、相手、裏田がなかったんで、はい、チェーンでね、あ、これ、裏田ないなと思って、打ったと思います。今元打たんでよかったな、感は。もったいなかったな、感はあります。どうですか？で、効果、ここからまあ、好きなだけ動いてくるんですけれども、ここで、アドバンス召喚していったんですよ。これ、通常召喚なくなったんです。あ、じゃあ、このニビルは打てるなと思ったんで、もうここからチェーン消してます。チェーン消して、もう悟られないようにしています。もういつも通りのフランベルジュの効果を使わせるまでいきます。当然、ビッグウェルカムも温存してます。打たないです。でここで打ちますね。原始生命対ニビル。で、参戦の際、ここは強かったな。この参戦の際。この参戦の際は強かった。で、先ほども言った通り、誘発をどこに当てたとしても相手が強ければどうしようもないので。ここ、うららで積んでた気がしますけども、引いてなくてよかったですね。もう、破れかぶれか。で、姫様効果で、ここで破壊するカードなんですけど、絶対ここ破壊してください。こっちのターンで動けなくなりますね、ないと。何を置いたとしてもここを破壊。絶対破壊。ハンド破壊してもどうせ有効カードを破壊できるとは限らないから、フィールド魔法を破壊すると、多分再利用は難しいと思うんですよ。多分ね。で、闇霊使いダルクで、こっちの鎧姫を蘇生しようとしてきたんで、まあ、それならトランザクションかなって感じなんですけど、使わされた感ありますね、これ。正直。でも、こっから動いてくるか何かなと思ってたんで、もう。で、自爆特攻で、サーチすんのかなと思ったらなかったんだよ。ああ、なるほど、これを出したかったのか、と。で、効果。で、シャンドラ効果。なんすけど、墓が強いわ、これ。この墓穴も強かった。どうしようかなと思ってた。はい。で、まあまあ、これでお茶を濁してね、次のターンバトルフェイズで殴るか、と思ってたんですけど、思ってたんですけど、まさかのね、ここでね、ニビル飛んできたんですよ。で、ニビル飛んできたんですけど、なぜか、攻撃表示出したんですよ。ニビルを。え？と思って。え？どういうこと？と思って。あ、しかもこれまあ、ウェルカムラビリンス引いたから強かったんですけどね、結局。なぜか勝てたんですけど。まあ、今の、別に、あれなんですよ。相手が、まあ、プレミアしたと思うんですよ。で、攻撃表示で出したのは。攻撃表示で出したのはプレミアだったと思うんですけど、別になかったとしても、強くはあった。ウェルカムラビリンス引いたし、ニビル手札にあるし。はい。多分次のターンも生きることができた、できたと思う。で、墓地にもビッグウェルカムあるから、ウェルカムラビリンスから動けば、まあまあいけたんじゃないかなと思います。まあもちろん、相手もトップでなんか引いてくる可能性、めちゃめちゃあったから、
まあ、たらればなんですけどね。まあ、だけど、そのたらればの精神が一番重要だと思う、今の環境を生き抜くには。はい。それぐらいのね、気にすんなよ感がある。そういう気持ちで使っていきましょう。はい、いかがだったでしょうか。もう誘発で止める。で、そしてトラップで攻める。もう本当そんなシンプルなね、現代遊戯のお手本のようなデッキになったかなとは思います。てか、それでいいと思ってる。ラピリンスっていうのはそういうデッキだと思うし、個人的には天帝よりもこっちの、構築の方が、自分らしさが出ていいかなと思ってるし、何よりも紙で使ってて一番楽しかった構築はこれなので、僕はこれで、はい、デュエリストカップを走ろうと思います。やっぱりまあ天帝も強いんだけど、自分には合ってなかったという、ただそれだけだ。だかな。はい。まあ強いとは思いますよ。天帝絶対強いとは思うんですけどね。だからそれを否定するつもりはないんですけど、あくまでも僕がこれは使いやすかったという意味なので。はい。それでは、アクテカのね、デュエリストカップセカンドで走る予定のラピリンスのデッキ紹介動画でした。いやー、どうなるんでしょうね、セカンドは。いや、まあ、まだわかんないけどね、まだ始まってないんだから。ひょっとしたらね、しれーっとシャドール使ってるかもしんないし。はい。それでは、アクテカのね、ラピリンス動画でした。また次の動画でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録、並びに高評価お願いします。ではでは、バイバイ。